チリシーのね、スキルレベル5の、使ってみた動画となります。でキングダムハーツよりね新ツムが来ておりまして、数箇所まとまってツムを消せようというところで、スキルレベル1の時にね、まあ、20弱ぐらい消せたので、まあそれからどれぐらい消去がねアップしてるのかっていうのを見ていきたいと思います。まあスコア出しは絶望的なので、コインがどれぐらいいけるかっていうのがまあ重要かなと思います。はいはいはい、22、まあ全部降りてればもうちょっと伸びると思うんですけど、いやここもね多分20後半は行きましたね。20後半行ったけど、これはもう ラフィキみたいな感じですね。完全にラフィキのボイスありみたいな感じですかね。ちょっとこれだと使い物にならないですかね。コレクションツムですね、これ完全に。コレクション&スキルを楽しみたい人向けのツムですね。あとはキングダムハーツファンぐらいかな。4000は行きそうですけど、って言っていかなかったらごめんなさい。行かないやん。30秒で1500だよ。1500も行けねえし。さあこれで4000ペースに行けたらと思ったけど、4000行かないっすね。でもね、やっぱね、スキルはループしますね、結構。はい。繰り越し C の。OK。オッケーじゃない、残り15秒で2000。まあちょっと待って、ギリギリだな。スキル使ったけど次までに貯めれるかな。よし、3000は超えて、まあ、テラーは超えるか。テラーは超えるけど、やべえ。テラー超えない。テラー超えない。ちょっとヘボすぎましたな。思いのほかね、スキルゲージがね、はい、回りませんでしたね。はい、という感じで、3000コイン。まあ、多分4000コインは、普通に行くと思います。行くと思います。頑張れば5000コインもね、目指せると思うんですけど、まあ、それもね、運要素はやっぱ絡んでくると思うんですけど、はい。まあ、ちょっと使えるツムではなさそうです。はい。っていう感じで、皆さんもね、はい、コレクション用として、一体は手に入れておいてください。はい。今回はね、これで終わりたいと思います。はい。それではね、ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価、お願いいたします。Shine.